それでは、お時間になりましたので、これから OpenLA を用いた教育データ分析チュートリアルを、始めたいと思います。本イベントはですね、主催、エビデンス駆動型教育研究協議会、が行っておりまして、教育データ分析コンテストの併設のイベントという位置づけで、開催をしております。で、私はですね、九州大学の島田と言いまして、本日の進行役並びに一部ですね、説明担当をさせていただいております。よろしくお願いいたします。で、再開、あ、ごめんなさい、開催に先立ってですね、チャット欄に何回か本日の資料を、ダウンロードできる URL を貼り付けておりますので、今からももう一度貼り付けておきます。で、後からも何度か貼り付けていきたいと思いますので、適宜ですね、手元にダウンロードいただけますと幸いです。で、また、今回のこのチュートリアル会は今録画をしておりまして、後日ウェブサイト等で配信する予定にしております。あらかじめご了承いただけますようよろしくお願いいたします。それでは、早速ですけれども、本日のチュートリアルの中身に入っていきたいと思います。で、まず、本日のプログラムですけれども、冒頭の10分ぐらいで私の方からまずコンテストの概要説明並びに、教育データのですね、こちらも概要の説明をさせていただきます。で、その後、各データセットについて、もう少し詳しい説明をですね、京都大学のフラナガン先生、並びに九州大学の大久保先生から、いただく予定にしております。で、2時半頃からですね、今度は OpenLA という教育データの分析を、サポートするライブラリー等がありますので、こちらを開発者である九州大学の村田さんからお話しいただく予定になっております。で、15時頃からですね、実際に実践の演習と質疑応答ということで、おおむね2時間の、予定をしております。はい。では、続きまして、コンテストの概要説明に移っていきたいと思います。引き続き、ここから私が、説明をさせていただきます。で、まず、コンテストの背景ですけれども、もう皆様ご存知の通りかと思いますが、学習管理システムであったりとか、デジタル学習教材の利用機会が、近年急増してきております。で、データ、あの、教育データをですね、利活用したデータ駆動型の教育の実現への期待も非常に高まってきているという昨今の社会情勢かと、思います。で、ただ一方でですね、教育データの利活用というのはまだまだ研究段階であるというところで、そもそもどんなデータなのかとか、どんな解析、分析ができるのかというところが、たくさん疑問に、感じたり思われたりしている方も多いんじゃないかなと思うところです。で、教育データの活用に向けたノウハウの共有というのもまだまだ過渡期でありますというのが大きな背景ですね。で、これに対して今回のコンテストでは、実際の教育の現場で収集されたログデータを提供して、実際にそのデータに触れていただく機会を少しでもですね、多くの方にそういう機会をご提供できればということで、このコンテストの開催に至りました。で、実際の教育データの分析を通してノウハウを習得いただいたり、あるいはそれを共有してですね、結果の精度のみならず、分析方法であったり、分析の着眼点、いろんな観点での情報共有の場を作っていければいいなと考えております。で、大きくチャレンジとしては2種類ご用意いたしまして、1つは成績の予測、で、もう1つはエビデンス発見と、少し大風呂敷広げている書き方になってますけども、実際のところは対面授業とオンライン授業の時に収集されたデータがありますので、それらの比較分析というものを1つチャレンジの内容に掲げております。はい。で、コンテストのスケジュール、こちらもウェブサイトにも、書いておりますけれども、約1ヶ月前にですね、コンテストのウェブサイトをオープンにしまして、その後、教育データの、提供開始ですね、利用申し込みを受け付けることをスタートしております。で、本日がチュートリアルの開催日で、約3週間後ぐらいまでにですね、参加登録の締め切り、参加登録をいただくという流れにしております。で、その後、2月の15日を分析結果の投稿締め切り日と設定しておりまして、その後、評価、レビューを行って、3月の9日から11日に開催予定のですね、これ、情報処理学会の CLE 研究会という研究会があるんですけれども、こちらのセッションの中で、表彰式等を執り行う予定にしております。
はい。こちら、後ほどのですね、チュートリアルの、まあ、具体的な中身にも関連いたしますが、このコンテストでは推奨する開発環境として、Google のコラボラトリーという環境を、想定しておりますので、まあ、こちらも後ほどですね、もう一度確認ください。概要説明では一応その頭出しということで、簡単に、名前だけ紹介させていただいております。で、チャレンジの内容をもう少しブレイクダウンしていきますと、まず一つ目のチャレンジの成績予測ではですね、5週間、10週間、15週間のデジタル教材の閲覧行動データというものがございまして、まあ、こちらを分析することで成績を予測していただく。で、実際に提出していただきたい内容としては、コードですね、Google コラボラトリーで、開発したそのノートブックを、提供していただいて、で、それを評価者側で実行いたします。で、そこで得られる成績予測の精度を評価して、まあ、順位付けを行うという、そういう流れになります。で、評価の際には、あらかじめ提供していないデータを利用いたしますし、評価の指標としては、RMSE に基づく、スコアをですね、算出して、順位付けを行います。一方で、エビデンス発見の方ですけれども、こちらは2019年度に開催されている対面授業、さらには2020年度に開講されているオンライン授業ですね。こちら、同じ授業なんですけれども、実施方式が対面とオンラインということで、まあ、異なるわけです。で、まあ、これらの、授業で使われたデジタル教材の閲覧行動というものを、まあ、比較分析をしていただくというのが、こちらのエビデンス発見の目的です。で、COVID-19 の流行の前後で学習行動に変化が生じたこと、あるいは生じなかったことですね、そういうものを、まあ、データ分析を通して、獲得いただければと思います。で、こちらは先ほどの成績予測とは少し異なってですね、まあ、精度、なんか誤差とかそういうことを測るのは非常に難しいですので、評価者によるピアレビューというものを行っていきます。分析の着眼点ですね、その新しさとか面白さですね、あるいは得られた分析結果、エビデンスの信憑性などを評価していくというのが、こちらのエビデンス発見の方のチャレンジになります。はい。で、分析結果の提出に関してですけれども、こちらはですね、教育データの、まあ、利用申請を、すでになさった方々には、データのダウンロード方法の、案内を、お送りしておりますが、そこのメールの中に書かれている URL からですね、提出物を提出いただくという、そういうことになります。で、提出物に関してはですね、複数の、まあ、ファイル等を、アップロードする必要が出てくるかと思いますので、提出物全体をですね、一つの、まあ、フォルダの中に入れていただいて、それを ZIP 形式で、固めてもらってですね、固めていただいて、提出いただければと思います。で、その際の、ファイル名ですけれども、参加登録ですね、データの利用申請を出された時のメールアドレス、こちらのアットマークの前の文字列でファイル名を作っていただければと思います。例えばここ例に書いてますけど、ここに書いてあるメールアドレスは私のメールアドレスですけども、アットマークの前がアツシというアルファベットになっているわけですね。なので、まあ、ZIP ファイルとしてはアツシ .ZIP という、まあ、こういう名前で、一つですね、ZIP ファイルを作って、で、それを投稿いただくという、まあ、そういう形でお願いできればと思います。で、必要な提出物ですけれども、成績予測の方に、チャレンジなさる場合はですね、Google の、Google コラボラトリーのですね、ノートブックですね、IPYNB というこの形式の、ノートブックに加えて、もし成績予測の際に、例えば機械学習の学習済みモデルみたいなものを利用される場合は、そのモデルのパラメータですね、つまり実行時にそのモデルを読み込んで、で、成績予測を行うみたいなことが、もしなさる場合は、その予測に必要なファイルをすべて、提出いただくということになります。で、一方でエビデンス発見の場合は、同じく Google コラボラトリーのですね、ノートブックに加えて、今度は説明の資料ですね、分析の観点であったり、分析の方法、得られた結果ですね、で、あるいはもし可能であれば、その数値的根拠なども、パワーポイント形式の資料でご提出いただければと思います。そんなに長い、ですね、資料を作っていただく必要はありませんので、やっぱりポイントをうまく抑えたですね、資料を作っていただければと思います。はい。で、ノートブックの保存方法についてもですね、こちら、実際に Google コラボラトリーの、ウェブの、スクリーンショットを撮っておりますけども、まあ、簡単に、ファイルのメニューから、
ダウンロードして、ダウンロードメニューからですね、IPYNB のこの、形式をダウンロードというメニューがありますので、こちらから保存いただけるかと思います。はい。で、最後に、発表会と表彰式についてのご案内です。発表会表彰式は、2022年の3月9日から11日に開催予定の、CLE 研究会で、取り行います。で、入賞者の方にはですね、賞状と副賞を贈呈する予定です。成績予測の方では、1位、2位、3位ですね、上位入賞者には、ご覧の、賞金になるか、賞金に準ずる、なんか、ああいう、なんですかね、ポイントカードというんですか、ね、なんかそういう、はい、ものを用意しておりますし、エビデンス派遣の方に関しては、ピアレビューアーのですね、評価に基づいて特別賞というものを、ご用意しております。で、こちらは何件になるかっていうのものがですね、評価をしてみないと分かりませんので、一応目安として、金額等を書いておりますけども、ここは、受賞者数に応じて柔軟に対応しようと思っております。で、また、入賞者の方にはですね、開発したアルゴリズムや、分析の方法、結果について、ショートプレゼンテーションをお願いする予定にしておりますので、そのお心づもりもよろしくお願いいたします。で、さらにと書いてますけども、入賞者の方には、もう来年度にはなってしまいますが、2022年の4月のですね、下旬頃に開催予定の京都大学の学術情報メディアセンターの、セミナーでも、招待の発表をお願いする可能性もございますので、ぜひそこもですね、お心づもりいただければと思います。ここまでが私からの説明になりまして、次が各データセットの説明に移っていきたいと思います。ここからは京都大学のまずフラナガン先生に、ご説明いただこうと思いますので、ちょっと画面 の, バトンタッチをしたいと思います。まずここまでご清聴ありがとうございました。はい、ではフラナガン先生、画面共有お願いしてもよろしいですか。はい、はい、今見えてます。はい、京都大学のフラナガンと申します。今日データセットの説明について発表させていただきます。まずは、Leaf プラットフォームという、ラーニングアナリティクスのプラットフォームを紹介したいと思います。このプラットフォームで、提供しているデータをの収集ができておりますので、どのように、ブックロールなどを、利用しているとちょっと紹介したいと思います。Leaf プラットフォームの中心に、今までよく使われている LMS、Moodle、Canvas、Sakai などから、LTI 経由でブックロール、閲覧、デジタル教材、閲覧システムに、起動できます。それで、ブックロールから、XAPI、標準形式で、ラーニング、スタディログを LRS に蓄積しています。この辺のシステムは、加盟化データを扱っています。次はブックロールについて。ブックロールは、電子教材閲覧システムですね。普段のウェブブラウザがある端末で閲覧は可能ですね。教材は PDF で、作成すれば簡単にアップロードができます。メモとかマーカー、しおりなどの、さまざまな、機能はありますね。それで、その、ブックロールのユーザーインターフェースを使いながら、こういう風なデータをの、スタディログを蓄積ができます。例えば、オペレーションネームオープンなら、教材を立ち上がります。NEXT は、例えばこの次のページに移動するボタンを押すと、こういうふうな、ログを蓄積します。提供されているデータセットについてちょっと紹介したいと思います。まずは、
閲覧行動データのファイル、イベントストリーム .csv の中に、いくつの項目があります。まずはユーザー ID は、加盟の、ID ですね。コンテンツ ID は、電子教材の、ブックロールの内部 ID を、入っております。それと、オペレーションネームの項目は、実行されたらアクションの、記録はあります。それぞれ、ページの、ページ番号、マークの、内容についてと、メモの長さなどの情報は入っております。次は成績データファイルについてですね。quizscore.csv というファイルの中に、まずは、eventstream.csv と同じようなユーザー ID と、最終的な総合成績値が入ってます。次は、データセットの、生成について、説明したいと思います。デジタル教材の閲覧ログと、最終テストの成績データが入ってます。もともとのデータセットは実証校で蓄積したデータから、モデルを構築 しまして、そのモデルから1万人の仮想学習者のデータを生成しております。それと、同じモデルを使って、100名の、行動、動作確認用のデータをと、評価用データを生成しています。この100人のデータは、今回は非公開になっていますので、データチャレンジが終わった段階に、このデータで、各の、プログラムを評価する予定です。それ次は、今回の予測タスクについて、ですね。まずは、閲覧ログのデータと、成績データを、学習データとして予測モデルを構築します。その予測モデルを使って、5週、10週と15週、データを分析し、最終成績の、を予測するというタスクですね。評価方法は、指標として RMSE を使用する予定ですね。最終的には、5週、10週、15週の、各、評価の RMSE の平均値を使って評価する予定ですね。さっき、紹介しました非公開のデータ、評価データで行います。実回のデータチャレンジで、こういうふうな、評価結果がありました。そうですね。大体、30点から10点ぐらいの間に、評価、結果が多かったんです。それと分析の、事例を紹介したいと思います。これはソースコードも、この URL に、ありますので、興味がある方に、ご参照ください。この事例で、まずはデータを拡張する作業を行っておりました。それで、まずは、
元のデータから、各、まあ、5週、10週、15週の、それぞれのデータを、さらにデータセットを拡張しました。その後は、特徴を抽出しました。この解析の実例は、2つの、仮説がありました。ちょっと時間はあまりないんですので、もし興味がある方は、このスライドは後でご参照ください。この解析の方法は、実は、カグルの、データサイエンスボールの、すいません。の、まあ、1位の解析方法を参考しながら、構築しました。最後に、チャレンジは、まあ、成績の予測ですね。5週、10週、15週目、あ、15週間の、閲覧行動データを分析による成績を予測するというタスクですね。先ほど提出物は、Google コラボのノートブックを、ZIP 形式、ZIP ファイルで提出をお願いします。すると、まあ、評価方法は、提出されたコードを、評価評価者側で実行して評価予測の、精度を評価します。それと、RMSE の、3回の評価を行って、平均値を取って評価します。はい、以上です。はい、ありがとうございました。それでは次は、九州大学の大久保先生から旧データセットについての説明をお願いできればと思います。大久保先生、準備いかがですか？よろしいですか？はい、聞こえておりますでしょうか？はい、聞こえます。それではお願いいたします。はい、九州大学の大久保です。私からは九州大学のデータセットの旧データセットについて簡単にご説明させていただければと思います。とはいえ、大部分は京都大学のデータセットと似通ったものになっておりますので、主に京都大学のデータと異なる点について、ご紹介させていただければと思います。はい、最初に旧データセットの概要についてです。旧データセットは、2019年と2020年度の2年間で九州大学で開講された、4コースにおけるデジタル教材閲覧行動データになっています。先ほど、の発表でもあったようにブックロールの利用データを集めたものになります。ここでは、2種類の科目の A と B という2種類の科目について2年間分集めた4コースのものになっています。それぞれコース ID として A2019、B2019、それから A2020、B2020 といったようなコース ID をつけています。これは後ほど紹介するファイル名にもこのコース ID っていうのが入ってきます。どちらも通常は2019年度までは対面で行っていた AB とも対面で行っていた授業なんですが、2020年度はコロナウイルス、新型コロナウイルスの感染症の影響でオンライン授業として実施されたものになっていまして、実際の授業をどのようにそのブックロールを用いて授業を行っていたかということなんですが、2019年の対面の授業では、教員は前に立って、教室の前に立って教壇でスクリーンにこのブックロールを投影して、講義を行うと。で、学生さんも自分自身の PC を、授業に持ち込んで、自分自身の PC でもブックロール、ebook を閲覧しながら、説明を聞くというスタイルで対面授業を行っております。
2020年の、オンライン授業の方では、教員の方は、ebook の投影とか画面の共有ですね、オンライン授業の画面の共有はなしで、講義を行って、まあ、音声だけで講義を行って、学生さんは自分の PC で ebook を閲覧しながらその音声を聞くといった形で、それぞれの A、B、それぞれの授業が行われていたという形になっています。なので、どちらも学生さんが授業中にブックロールを自分の PC で閲覧しながら講義を受けているという形になります。各クラスの開講時期と、受講生数、それからログ件数については以下の通り、この4種類のコースについて以下の通りになっています。で、本コンテストでは、コロナウイルスの感染症の流行の前後ですとか、対面授業、オンライン授業での学生の活動の比較用にこのデータを利用していただければというふうに思っています。では次に、実際のファイルについて紹介していきます。まずは、旧大データセットのファイル群としてどんなものがあるかということです。はい。で、ZIP ファイル、旧大の方のデータセットの ZIP ファイル回答していただくと、この LA データセット2019-2020 という、ディレクトリの中に19個ファイルが入っていたかと思います。ファイル数が多いですので、ちょっと整理してお話ししたいと思います。まず上の4つに関しては、4つのコース、A2019 から B2020 まで4つのコース、それぞれに用意されたファイルになっています。まず、イベントストリームについてが、デジタル教材の利用ログデータ、でメインのログが入った、ファイルになります。それから、グレードポイント、これは各学生の最終成績、ABCDF が入ったデータ。それから、レクチャーマテリアル、これは各講義の講義資料に関する、データ。で、この最後、レクチャータイムというのが各講義の開始時刻と終了時刻に関するファイルになっています。4つともそれぞれプレフィックスとして、コースアンダースコア、コース ID ですね、といった、ものが、あ、すみません。ついて、プレフィックスとしてついていて、ここはコースによって異なるものになっています。これがそれぞれコースによって異なるファイル、計16個になっていまして、残りのものについては、この A コレスポンデンスレクチャーマテリアルというのは、A の授業に関して、2019年度、2020年度の、教材における対応関係になっています。A はその2019、2020年度、で、同じ科目ではあるんですが、年度によってその異なる教材を使っているということも、一部ありますので、後ほど紹介したいと思います。B のファイルについても同様です。それから、ReadMe ファイルについては、英語のものしか用意をしていないんですが、各ファイルについて説明が、詳細な説明が記載されていますので、適宜ご参照いただければと思います。はい、では、それぞれのファイルの内容について簡単に紹介したいと思います。イベントストリームファイルについては、この右のような形式のログデータになっています。ユーザー ID、それからコンテンツ ID、これは教材の ID ですね。年度ごとに異なるものになります。それからデバイスコード、マーカー、イベントタイム、実際にこの操作が行われた時間ですね。それから、オペレーションネーム、操作の、種類で。これは17種類あるんですが、そのうちの1つと、操作が行われたページのナンバーというカラムがあります。で、詳細についても、これもリードミーをご覧いただければと思います。それから、グレードポイントファイルについては、各学生の最終成績を ABCDF で付けたものになります。厳密にはですね、学務で登録した実際の学生の成績とは異なる、その小テストなどの評価結果に基づいて、機械的に算出したスコアをもとに変換したものになっている、ものです。で、この右のファイルがその一部、データの一部なんですが、ユーザー ID とそのグレードですね、ABCDF が紐づいたものになっています。この成績の評価の部分に関しては、京都大学の方のデータですと、クイズスコアを使っていたと思うんですが、それとは異なる、グレードポイントファイルというものになっていますので、ご注意いただければと思います。で、実際、その分析をされる際には、次の発表でも、
詳しくご説明があると思うんですけど、OpenLA というソフトウェアを使っていただくことに、いただくことを推奨されていると思うんですが、もし以前これを使って、インストールされている方がいらっしゃると、このグレードポイントファイルっていうのが、まだ対応していないものになっている可能性がありますので、バージョン 0.2.1 にアップデートをよろしくお願いしたいと思います。で、利用例については以下のホームページを参照いただければと思います。続いてレクチャーマテリアルファイルについてですが、これは各講義ですね、あと各コースにおける各授業の回、1対1回、第2回などと、それに紐づいた講義資料のコンテンツ ID というものを、収録したファイルになっています。このレクチャーというところがその授業回、第1回、第2回というところに相当しています。でこのファイルについても、コースごとに4つのファイルがあるというものです。それからレクチャータイムファイル。これは、各講義、授業会と、授業会の開始時刻、終了時刻に関するファイルになります。次に重要な情報として、2019年度と2020年度のコースの違いについてお話しさせていただければと思います。対面かオンラインかというところが大きく違うんですが、それ以外にもいくつか重要な違いがございまして、まず開講期間については、これは A、B の授業とも本来はクォーターの、コースで8週間の開催だったんですが、2020年度については、7週間の、実施となっています。7回の講義を行っているということになります。それから使用教材については、先ほどもちょっとお話したんですが、同一のコースについては、基本的には年度が違っても、A なら A、B なら B で同じ教材を共通のものとして使っているんですが、多少の教材の追加、削除とか、教材自体への修正があります。で教材の追加削除に関しては、コレスポンデンスレクチャーマテリアルというファイルがコースごと A と B に対してありますので、それを参照いただければと思います。この右側の表がその A に関するファイルなんですが、例えば、2019年度の 2019C1 というものと2020年の C2 というものが対応しているというものになっていたりですとか、あとは2020年の C1 というのは、2020年にしかない教材になっているという形で、対応関係がこのファイルで確認することができるかと思います。で特に B についてはそこまで大きな違いがないんですが、A の方のファイルでは、A の方の授業に関しては、2019年度はそのメインの教材に対して、要約版の資料というのも合わせて配布をしていたので、その関係でかなり教材数が、異なるということもありますので、ご注意いただければと思います。それから、同じ教材、対応する教材同士であっても多少のページ数の増減等もございます。その他、2019年度と2020年度でその開講の、回数が異なるので、2019年度のでは 2回の授業で行っていた授業の内容を、1回の授業で行った授業会というのがあります。A の授業では2019年度の5、6週目の内容を、翌年度の5週目だけで行っていて、B の授業では2、3週目の授業を2週目に行っているということに、ことが起きています。これはログを見れば分かるかと思いますが、注意していただければと思います。はい、データの説明については以上になりますが、評価について最後に簡単に紹介したいと思います。旧大のデータはその2019年の対面授業時のデータと2020年のオンライン授業時のデータになります。なので、一番最初の説明でもあったかと思いますが、予測精度などのコンテストは行わないんですが、この2年間のデータを比較することで、そのコロナウイルス流行の前後で学習行動に変化が生じたことですとか、対面授業、オンライン授業での違いなどを、などに関するそのエビデンスの発見というものを、テーマにさせていただければというふうに思っています。特にこういった分析の例というものをここで用意してはないんですけれども、参加者の皆様それぞれの、
オリジナルの観点から比較分析をしていただければというふうに思っております。提出物に関しては、その分析の観点ですとか方法などをまとめたパワーポイントの資料と、Google コラボラトリーのノートブック形式の資料を ZIP 形式にして URL にアップロードしていただければと思います。まあ、評価については評価値によるピアレビューを行わせていただく予定になります。はい、以上でちょっと駆け足になりましたが、九州大学のデータセットの説明は終わりになります。ご清聴ありがとうございました。はい、大久保先生ありがとうございました。それでは引き続きですね、今度はOpenLAを使った実際のですね、コーディングの方法とかそういう内容について九大の村田さんからご紹介いただこうと思います。では準備お願いしてよろしいですか。はい、わかりました。ちょっと待ってください。はい、画面見えてます。はい、それではOpenLA の紹介と Google コラボラトリー上で利用する際のチュートリアルを行いたいと思います。まずはじめに OpenLA の概要について紹介いたします。OpenLA は An Open Source Library for eBook Log Analysis を略したもので、デジタル教科書のログデータを分析する際の事前処理を行う Python ライブラリーになっています。デジタル教科書のログ分析を行う際に必要となる事前処理には、講義外の学習時間の取得であったり、デジタル教科書への、操作回数の取得であったり、このような多くの共通な処理があるため、OpenLA にそれらの関数を実装することにより、再開発の手間を削減し、メインとなる分析技術の、開発をサポートするというものになっています。そしてこちらが OpenLA の構成モジュールになっています。1つ目は、登録ユーザーであったり、講義の時間であったりといった、コースに関する情報を取得するコースインフォメーションモジュールで、2つ目が、特定のユーザーのログであったり、まあ、特定のコンテンツ、特定の時間といった、分析に必要な情報をログから抽出するデータエクストラクションモジュール。3つ目は、イベントログを集計してページごとの集計だとか、そのような別の形式のログに変換するデータコンバージョンモジュール。そして4つ目が、コースの情報やログデータを可視化するデータビジュアライゼーションモジュールとなっています。この中で少し複雑な処理を行うデータコンバージョンモジュールについて、これから詳細に説明していこうと思います。先ほどの説明にもありました通り、データコンバージョンモジュールはログデータを変換するもので、現在4種類の変換を提供しております。1つ目が各操作の回数を集計したもので、2つ目がページごとに学習活動を集計したもの、3つ目がページ遷移ごとに学習活動を集計したもの、4つ目が例えば60秒ごとなど単位時間ごとに学習活動を集計したものとなっています。これからこれらの4つについて、ログデータ形式で、まあ、どのような変換がされたのかということについて見ていこうと思います。まずは1つ目の各操作回数の集計についてですが、この集計では各操作の内容、名前ですね、操作名を列にとって、まあ、各学生がどのコンテンツで、まあ、何回その操作を行ったかというような形に変換します。例えば1行目だったらユーザー A がコンテンツ X に対してオープンを2回、クローズを2回といったような感じになります。そしてまあこの例ではコンテンツ ID X の場合、Y の場合などとなっていますが、この変換するときの関数の引数を変更することで、まあ、全てのコンテンツに対する合計回数といったような形にすることも可能です。そして2つ目のページごとの学習活動の集計についてですが、これは各、例えば1行目を見てみると、ユーザー A がコンテンツ X の1ページ目に対して、ここリーディングセカンズというのが閲覧時間なんですけれども、64秒このページを見ていて、そのページでマーカーを何回、メモを何回取ったというような、この各ページでの閲覧時間と操作回数といった形に、ログを集計しています。
そうですね。そして次がページ遷移ごとの学習活動の集計なんですけれども、こちらは基本的な形は先ほどのページごとの集計と同じように、まあ、ページ番号とその閲覧時間、ログというか操作の回数といった形になっているんですけれども、先ほどと違うのが、この集計がページを遷移するごとに変更というか追加されるということで、例えばこの例だと、ページが1の最初1ページ目を開いたときには、まあ、この時間閲覧して、この回数操作を行ってとなっていて、その次2ページ目に移ってからこうしましたよという感じになって、次がこの2ページ目から1ページに戻ったときに、このような閲覧時間、操作回数を行いましたよというようになっています。先ほどの、ページごとの集計ですと、このページ番号1という同じページのログに対して、合計したものとなっていました。次が、単位時間ごとの集計についてです。こちらは、まあ、一定の時間ごとにログを集計して、その中で下の例が60秒ごとに集計を行ったものなんですけれども、この60秒ごとの区間で最も長く閲覧されたページと、その区間で何回どの操作が行われたかというようなログになっています。この3列目ですかね、エラプスドセカンズと書いてあるところが、その集計の開始地点からの経過時間を表していて、1行目だと、開始から60秒までで、1ページを見た時間が一番長くて、その60秒間でマーカーを1個引いてメモをしなかったというような感じで、2行目になると60秒から120秒の間で2ページ目を一番長く見ていてというような集計になっています。そしてこのページがよりプログラムに沿ったモジュール間の関係を表している図となります。プログラムの最初ではコースインフォメーションモジュールの中のコースインフォメーションクラスというクラスにデータセットを渡し、そのクラスのメソッドによって登録ユーザーであったり登録コンテンツ、講義の時間といったコースの情報を取得します。そしてまたこのクラスの一環としてログデータをイベントストリームクラスというもので呼び出します。でこのイベントストリームクラスはこのクラスのメソッドによってこのログの中のユーザーであったりコンテンツであったり、まあ、ログの中に何という操作があるのかといったそのログ内の情報についてメソッドで参照することができます。でここまでが、コースインフォメーションモジュールの処理になっていまして、ここから、まあ、データエクストラクションモジュールやデータコンバージョンモジュールにこのイベントストリームクラスを渡すことで、さらなる事前処理を進めることができます。データエクストラクションモジュールはセレクトなんとかという名前で関数名を統一していまして、まあ、先ほど説明しました通り特定のユーザーであったりといったログを、イベントストリームの中から抜き出すことができます。そして抽出結果が返される関数となっています。そしてデータコンバージョンモジュールはコンバートイントゥ何々という名前で関数名が統一されており、このイベントストリームクラスのインスタンスを受け取った後、先ほど説明しました4種類の集計結果を、このオペレーションカウントクラスであったりページワイズアグリゲーションクラスであったりといった新しいクラスのインスタンスとして、リターンします。そして、まあ、これらのクラスは先ほどのイベントストリームクラスと同様に、そのデータ内の、そのログ内のデータを参照するメソッドを備えています。オペレーションカウントであったり、タイムレンジアグリゲーションといった名前が先ほどの説明と違うんですけれども、各操作の集計を行うオペレーションカウントであったり、単位時間でのログを集計するタイムレンジアグリゲーションといったクラスだと、まあ、イベントストリームと同じような、メソッドを備えているんですけれども、ページごとの集計を行うページワイズアグリゲーションであったり、ページ遷移ごとの集計を行うページトランジッションといったクラスでは、まあ、ページワイズアグリゲーションであると、閲覧時間であったり、その閲覧ページ数、というものを取得したり、ページトランジッションは、まあ、クラスの継承を行っているので、ページワイズアグリゲーションと同じようなこともできるんですけれども、それに加えて、ページ遷移回数といったものも、データとして取得することができます。で、まあ、この一連の処理の流れは、後ほどの OpenLA を Google コラボ上で使った、
チュートリアルでも、まあ、具体的に見ていこうと思います。そして、OpenLA のウェブサイトについては、すでに周知されているかと思いますが、OpenLA と、まあ、ブラウザで検索してもらえれば出てくると思いますし、まあ、QR コードや、まあ、ウェブの URL もここに書いています。そして、OpenLA の各クラスであったり関数の詳細な情報についてはこのホームページの左側にある、まあ、一覧のところの OpenLA モジュールズというところを見ていただければ、まあ、書いてありますし、各モジュールの先ほどのコースインフォメーションモジュールだったりの概要は、チュートリアルオブモジュールズっていうところに書いてありますし、あとコードクラスとか関数を具体的に、まあ、どう利用するかということに関してはコードエグザンプルというところに書いてあります。で、で、これが後ほどのチュートリアルで使う、コードですね、サンプルコードを載せていたんですけど、まあ、すでに、共有されているということで省略をいたします。早口となってしまいましたが、以上で OpenLA の説明を終わります。で、この後、チュートリアルに移るんですが、このまま進んでいいんですかね。あ、はい、お願いできればと思います。一旦、パワーポイントの共有を停止して、はい、今ブラウザーの共有をしたんですけれども見えていますでしょうか。はい、ブラウザー見えてます。はい、ではこれから Google コラボラトリー上で、OpenLA を使用するチュートリアルを始めようと思います。Google コラボラトリーはもう単純に Google コラボラトリーと検索していただければ、まあ、一番上に出てくると思います。そして初めて使うときは、このファイルというところからノートブックをアップロードを選択していただいて、ここで、そうですね、ちょっとエクスプローラーから直接持ってきますけれども、共有していただいた旧データセットであったり、旧データセットさん、チュートリアルであったり、旧データセットチュートリアルといったファイルがあると思うんですけれども、そちらを先ほどのアップロードの場所にドラッグ&ドロップであったり、まあ、ファイルを直接参照していただいたりということで持ってきていただけるとこのように読み込みが完了します。それではこれからこのプログラムの中身について説明していくんですけれども、まず OpenLA のインストールにつきまして、まあ、このように、まあ、エクスクラメーションマーク pip インストール OpenLA としていただければGoogle コラボ上に OpenLA をインストールすることが可能です。で、現在バージョンが 0.2.7 となっていますので、まあ、Google コラボ上ではなく、まあ、自分の環境で、開発を行っているという方も、まあ、OpenLA を使う際はこの 0.2.7 現行の最新バージョンですね、これにアップデートしていただければと思います。そして次にこの Google ドライブにアップしているデータセットをこの Google コラボ上で使うという際には、まあ、マウントが必要なんですけれども、現在、まあ、私の環境ではあるんですけれども、Google ドライブの My ドライブというところに EduData っていうファイルを作っていまして、でこの中に今日データセット、旧データセットっていうフォルダを作っていて、でその中にさらに、あれですね、配布されたファイル名の LA データセット2019-2020、こちら旧データセットに関してで、今日データセットに関しては K12LA データ2020というものがあります。で、この中身が、あれですね、eventstream.csv だとかいった直接のデータのファイルになっています。旧データセットについても同様ですね、LA データセット2019-2020の中身が、コースのイベントストリームであったり、レクチャーマテリアルだったデータセットのファイルになっています。で、今回のチュートリアルでは、このようなファイル構成を元にして、チュートリアルファイルを作りました。で、このマウントの方法なんですけれども、このように、ちっちゃいかな。from google.collab.import.drive として、drive.mount でコンテントドライブという、これが確かチュートリアルのファイルに書いてあるので、まあ、別のファイルで行う場合もこれをコピペしていただいたらいいんですけど、どこかで
マウントするまあちょっとすみません、それは後ほど僕の方でも調べておきますが、まあこのようなセルを実行することによって、ドライブのデータをマウントすることができます。そして実際にマウントしたデータがあるかどうかっていうのを ls コマンドで見ていくんですけれども、ls コンテンツドライブマイドライブ l データ q データセット la データセット2019-2020といった先ほど紹介したフォルダですね、こちらを ls コマンドで見てみると確かに、データセットのファイルが存在することが確認できます。で、マウントした後はこちらのファイルのマークが、そう、今までちょっと実行してなかったのでまだマウントされてないんですけども、マウントするまでちょっと時間があるので次に進みますが、でこのように、まあ、マウントを実行するといろいろ出てきて許可だの何だのをする必要があるんですけれども、マウントが終了するとこちらのファイルの中に、ちょっと更新をするとドライブというものが出てきまして、先ほどの Google ドライブのフォルダにアクセスすることができるようになります。でこちらの ls コマンドで見ていたのがこの中身です、ね、で今度は、ここから OpenLA を直接使っていくことになるんですけれども、インポート OpenLA as LA という感じで、インポートしています。そして今回あの Q データセットの方ではファイルの名前がコース、コース ID、 そしてファイルの種類 .csv という名前で統一されていますので、OpenLA で用意しているあの、まあ、コースインフォメーションと、イベントストリームのクラスを読み取るスタートアナリシスという関数があるんですけれども、こちらに、このファイルがあるディレクトリですね、こちらのパスと、コースの ID を渡していただければ、このコースの、例えばここ A の2019ですけれども、A の2019に関する、まあ、イベントストリーム、グレードポイント、レクチャーマテリアル、レクチャータイムという4種類のファイルを一気に読み取ってくる、読み取ってくれます。で、まあ、もしくは、まあ、このようにあのファイルの名前が統一されていなかったりとかいう場合には、直接ファイルパスを指定することも可能でして、その時にはイベントストリームファイルイコールそのイベントストリームファイルのパス、レクチャーマテリアルファイルイコールレクチャーマテリアルファイルのパスといったように、まあ、直接指定していただくことになります。そして、ここからがその読み取ったデータを使って、まあ、OpenLA の処理を行っていくんですけれども、今回このチュートリアルで用意した処理が、講義後のデジタル教科書閲覧時間を取得するというものになっています。こちら処理の流れを書かせていただいているんですけれども、まずは、データエクストラクションモジュールですね。エクストラクションモジュールのセレクトバイレクチャータイムという関数がありまして、こちらがあの講義の時間を軸にして、講義前、講義中、講義後の、まあ、ログを取得することができる関数なんですけれども、こちらを使って、各週のログの、講義後のログを抽出するというものになっています。で、その次に、この抽出した講義後のログから、インディビデュアルリーディングタイム関数によって各学生の閲覧時間を取得します。これでまあ講義後の閲覧時間が取得できるわけですね。でこちらの 1,2 の処理をリーディングタイムアウトレクチャーウィークリーという関数に、まあ、こちらの関数なんですけれどもこれにまとめていまして、このウィークリーの関数をすべての週で実行して Python ライブラリーが提供しているデータフレームという型にまとめます。で、まあ、このまとめる関数をまたリーディングタイムアウトレクチャー関数というものにしているんですけれども、これを A の2019と A の2020という2つのコースについてそれぞれ呼び出すという流れになっています。で、そうですね、まずどうしましょう、1つずつ説明しているとちょっと時間オーバーしそうなんですけれども、セレクトバイレクチャータイム、レクチャータイム関数はコースインフォメーションクラスのインスタンスとイベントストリームクラスのインスタンスを受け取って、でログを抽出したい講義の週を入力して、講義の前後ろ後前間後ろの、まあ、どのタイミングでログを抽出するかというものを
指定して、で講義前何分講義時間に含めるかというものもありまして、まあ、これは講義が早めに始まって、その早めに始まった時間も講義時間に含めたいという時に使う変数で、まあ、ビフォーレクチャーのもあれば、まあ、アフターレクチャーもありまして、こちらは講義時間のあと何分を講義に含めるかというもので、まあ、講義が伸びた時に利用するというものになっています。で、インクルードアザーレクチャータイムっていうのが、例えばこの今回講義後のログを取得したいのでタイミングをアフターにしているんですけれども、まあ、でレクチャーウィークを2とした時に、したとすると、このインクルードアザーレクチャータイムを true にすると2週目の講義が終わってから別の週の講義3、4週目、5週目、6週目といった講義中の時間も含めて2週目以降のログですよというふうにその全体を抽出するようになって、 false にすると2週目の講義が終わってから3週目の講義が始まるまでの時間をこの2週目から3週目の間ですね、それだけを2週目以降のログとして抽出するようになります。ちょっと時間がすごい押してるんですけれども、島田先生、はい、少しゆっくり丁寧にいいですよ。いいですか。はい。ちょっとこの後、強データセットについても説明があって、なんか合計すると30分ぐらい押しそうなんですけど。はい、せっかくなので、丁寧に説明いただいた方がいいかなと思います。はい、はい、すみません。それでは説明を続けていこうと思います。そして、まあ、こちらのセレクトバイレクチャータイム関数で、イベントストリームから、その講義後のイベントストリームを抜き出していまして、先ほど説明したインディビデュアルリーディングタイム関数に、まあ、こちらの講義後のイベントストリームを渡しているんですけれども、この関数でこの講義後のログの閲覧でデジタル教科書の閲覧時間を取得するわけですけれども、この関数の引数としては、まあ、ユーザー ID、コンテンツ ID、インバリッドセカンズ、タイムアウトセカンズ、リターンアグリゲーションリザルト、タイムユニット、フォーイーチコンテントっていうものがありまして、このユーザー ID は、この取得する閲覧時間を取得したいユーザーの ID でして、まあ、リストで複数指定も可能なんですけれども、デフォルトのノーンにしておけば、ログに含まれているすべての学生について、閲覧時間を取得することができます。で、コンテンツ ID についても同じで、ノーンとして、デフォルトのノーンにしておけば、すべてのコンテンツに対して、閲覧時間を、取得してくれます。で、インバリッドセカンズは、この指定した秒数、以下の秒数であれば、そのページは見ていなくて、ただ、ページ遷移の間に通過しただけのページであるとみなされて、閲覧時間には含まれないようになります。で、その次のタイムアウトセカンズという変数は、指定した秒数以上の時間、何も操作がなければ、まあ、その間は、まあ、席を立っていたりとか、何も操作がなかったタイムアウトとして、見なされるので、閲覧時間として含まれないことになります。これは 20×60 なので、20分を指定してますね。ちょっと秒数のみの指定となっているんですけれども、そこはご容赦ください。で、リターンアグリゲーションリザルトは、この処理の途中で、ページごとの集計を行うっていう処理が内部的に走っていまして、でその結果として、まあ、そのページワイズアグリゲーションクラスっていうページごとの集計を行ったクラスなんですけれども、それを返すかどうかというものを指定しています。で、タイムユニットは閲覧時間の単位ですね。セカンズ、ミニッツ、アウアーズと3種類用意しています。で、for each コンテントっていうのが、この閲覧時間を各コンテンツ別々で出すかっていうのと、false にすれば、コンテンツすべてを合計した値を出すかというように、まあ、この2種類選ぶことができます。なので、まあ、この場合は講義後の閲覧ログをすべてのコンテンツに対して、まあ、そのすべてのコンテンツの合計時間で出すというふうになっています。で、まあ、もし空であれば空ですよというデータフレームを返す感じになっています、ね。で、これが、まあ、レクチャーウィーク引数で何週目を出すかというものを指定しているものなので、それを、週のリストで4分を回すプログラム、関数がこちらになっていて、
こちらはそうです。もう多分 OpenLA としての処理は先ほどのもので終わっていて、こちらでは各週ごとにそれを回して、まあ、データフレームにまとめてという形になっています。まあ、なので OpenLA の強みとしては、まあ、この処理をこの2つの関数で完結できるというところにあります。そして、まあ、そのコース内のすべての週で for 分を回す関数を、A の2019と A2020 で、まあ、適用した結果が、まあ、こちらなんですけれども、こちらが A の2019についてですね。で、まあ、長くなるんで最後の5行だけ表示しています。で、そうだ、アベレージを出すような処理も少し入れています。で、下が2020に対してですね。で、まあ、まあ、このちょっと簡単な処理でしたけれども、まあ、この平均を見比べて2019年と2020年で3週目はすごい講義後の閲覧時間が伸びてるなとか、まあ、そういったことを読み取っていただければなと思います。で、この処理を、まあ、特定の GPA の学生について行いたいということもあると思いますので、そちらも、サンプルコードの中に含めています。でこちらは、コースインフォメーションクラスのメソッドを使って、グレートディストリあまずはグレートディストリビューションメソッドで、まあ、成績分布を見ていまして、その後、コースインフォメーションクラスのまたメソッドなんですけど、ユーザーズインセレクティッドグレードというメソッドを使って、成績が F の学生の ID を取得しています。そして、データエクストラクションモジュールのセレクトユーザー関数によって、先ほど取得した成績が F の学生のログのみを抽出しています。そして、先ほどの例と同様に、講義後の閲覧時間を取得するという流れになっています。で、まあ、こちらがグレードディストリビューション関数の、結果なんですけれども、まあ、今回ちょっと F っていうふうに固定しているので、まあ、あまり分布は関係ないんですけれども、そうですね、ユーザーズインセレクティッドグレード関数で、グレードイコール F を指定することで、成績が F の学生の、ID を取得することができます。そして、こちらをセレクトユーザー関数に、イベントストリームと一緒に渡すことで、この F の学生のログのみを抽出したイベントストリームが取得できます。そして、先ほどの閲覧時間を取得する関数を使えば、成績が F の学生の閲覧時間を取得することができます。で、その結果、まあ、そうですね、まあ、を見ると、アベレージしかちょっと見えませんけれども、そうですね、上が2019年で下が2020年なんですけれども、2020年の方が少し、これが、あ、そうです、すみません、この表の説明忘れてたんですけれども、列が、ウィーク1の閲覧時間、ウィーク2の閲覧時間というふうに、各週の閲覧時間が縦に並んでまして、で、横が各学生ですね。だからこう、一番左上のセルが、学生 A の U18 が、1週間目の講義後に見た閲覧時間というふうになっています。すみません、ちょっとこの説明を忘れていました。そして、一番右の列が、この1つ目の学生に対する8週間を通した平均の閲覧時間で、一番下の列は全学生を通したウィーク1の閲覧時間の平均となっています。なので、ちょっと今から見比べるのは、この、各週で全学生の平均を取った時の閲覧時間ですね。で、1週目の、あ、全学生、今、成績が F の学生ですけれども、成績が F の学生の1週目の講義後の閲覧時間と、2020年の F の学生の1週目の平均の時間を見比べると、どうも2020年の方が1週目の方が、講義後の閲覧時間が長いと。で、2週目を見ると、その差が12倍にもなっているというふうに、まあ、見て取れるけど、右に行って週を進めていくと、結局、誰も講義後に閲覧しなくなるという、傾向は同じですよというような、まあ、知見も得られます。ということで、こちらが、九州大学のデータセットを使った、コースインフォメーションのクラスを取得して、データエクストラクションでログを抽出して、
データコンバージョンでログを変形して、まあ、今回あのコンバートイントゥっていう関数使ってないんですけれども、あれですね、インディビデュアルリーディングタイム関数の中で、まあ、案に使われているんですけれども、まあ、あのデータコンバージョンモジュールでデータを変形してというような流れの、一連の流れになります。そうですね。まあ、後ほどの、あの、実践の時間でまた質問などしていただければと思います。で、次が、京都大学の京データセットを使ったチュートリアルですね。こちらも、あの、先ほどの手順と同様に、まあ、あの、プログラムのアップロードであったり、OpenLA のインストールであったりをしていただければと思います。で、マウントも先ほどと同様の手順ですね。で、今回、強データセットに対しては、成績予測を行うということで、この予測モデルへの入力特徴の作成を行いたいと思います。あといっても、去年の1位を取られた方のように、まあ、ゴリゴリデータマイニング手法を取るっていうわけじゃなくて、今回、このチュートリアルでは、あくまで、まあ、学生の操作回数であったり、閲覧ページ数であったり、直接取得できるようなものを、まあ、ただ使うっていうだけの感じになっています。で、処理の流れなんですけれども、まずは、イベントストリームクラスのログを、コンバートイントゥページトランジションメソッド、関数ですね。このコンバージョンモジュールの関数で、ページ遷移ごとの集計に変換して、そうですね、ページ遷移ごとの集計に変換して、このページトランジションクラスのメソッドを使って、ナムトランジションとリーディングタイムですね。これらを使って、重複を含んだ閲覧ページ数と、各ページの閲覧時間を取得します。そして今度は、イベントストリームクラスを、コンバートインというオペレーションカウント関数で、各操作数の集計、オペレーションカウントクラスですね。こちらに変換して、このページトランジッションのものと、オペレーションカウントのものを組み合わせて、入力特徴として各学生の、操作回数と閲覧ページ数と閲覧時間といったこれらのものを入力特徴として得るという流れになっています。で、インポートで、まずこちらが流れ1のページトランジッションに変換する部分なんですけれども、そうですね、こうデータコンバージョンモジュールのコンバートイントゥページトランジッションというもので、イベントストリームクラスのインスタンスを渡して、どのユーザーに対して変換するか、どのコンテンツに対して変換するか。で、あれですね、先ほど説明したインディビデュアルリーディングタイム関数と、まあ、同じような変数が、まあ、最初の4つぐらいは続いてまして、で、こちらに特有なのが、カウントオペレーションというものとオペレーションネームという引数になっています。で、カウントオペレーション引数は、ページ遷移ごとに何もしない状態ですと、ページ遷移ごとのその閲覧時間と、操作回数ですね、遷移ごとの操作回数という2つを取得するんですけれども、閲覧時間やページ遷移の回数だけ取りたいという場合には、処理を高速化するため、操作回数の集計を、オフにすることもできます。それがフォールスにしたらオフにできます。で、オペレーションネームという引数は、カウントオペレーションが、まあ、true の場合なんですけれども、その時に、まあ、このオペレーションは集計したいけど、このオペレーションは集計しなくていいやというものを、まあ、選べる引数となっています。で、ページ遷移ごとの集計を行ったら、今度は、そうですね、集計結果からちょっとユーザーごとに、ここはあれですね、ページトランジッションクラスのメソッドで、そのデータの中のユーザーの一覧を取得して、それを for 文で回すということをここではしています。で、その for 文で回して、今度はまたページトランジッションクラスのメソッドである num トランジッションを使って、まあ、ページ遷移回数を取得しているんですけれども、この num トランジッションメソッドの引数のユーザー ID というところに、まあ、どのユーザーに対して遷移回数を取得したいかっていうのを指定する場所があって、あとはまあどのコンテンツに対してかっていう引数もありまして、まあ、ここでは、なので、あるこの for 文を回しているユーザーに対して、すべてのコンテンツで何回ページ遷移を行ったかっていうふうな
遷移回数を取得しています。で、その次の部分では閲覧時間を取得していまして、こちらも、先ほど同様に取得したいユーザーとコンテンツ ID を指定する場所があって、あとは、単位をどうするかっていうことも指定する引数があります。で、まあ、このように、ページトランジッションクラスのメソッドを使って、そのログデータの中から情報を参照しています。であとはこれらをリストにまとめて、データフレーム形式で、そうですね、まとめているという形になります。でちょっと1個下に進んで、まあ、その結果どういう感じになったかっていうと、ここで、ここはちょっとユーザー3人に減らしてちょっと処理を早くしてたんですけれども、ページ数を、まあ、全コンテンツ通してこれだけ見ていましたよといった列であったり、全コンテンツ通してこれだけ、閲覧していましたよという秒数が得られたりというような形になっています。そして、何でしょう、手順2がこれで、手順3が、今度は操作数の集計ですね。それが、まあ、このメイクフューチャーの中の、まあ、1行目では先ほどのあの閲覧時間と閲覧ページ数を取得する先ほどの関数を持ってきてるんですけれども、その次がこの操作数を取得する場所で、もう一つのデータコンバージョンモジュールである、コンバートイントゥオペレーションカウントという関数を使っています。でこちらがイベントストリームを受け取って、ユーザー ID、コンテンツ ID を、まあ、指定して、で、まあ、集計したいオペレーションの名前も指定してというような、まあ、今まであったような感じなんですけれども、4つ目が for each コンテンツはあれですね、インディビデュアルリーディングタイムの時もありました通り、コンテンツごとにあの操作回数を集計するか、すべてのコンテンツで合計した操作回数を出すかというものになっています。でまあ、今回は、すべてのコンテンツでの合計の操作回数を出しています。で、先ほどの閲覧時間と合わせて特徴のデータフレームとしています。でその結果がこちらですね。まあ、先ほどのものに、閲覧ページ数と閲覧時間に加えて、NEXT プレブといった操作回数がくっついている形になります。でそうですね、OpenLA による事前処理の部分は、ここまでとなります。そうですね、まあ、比較的少ない処理の数で、まあ、このようなデータが作成できたのではないかと思います。でそうですね、まあ、こちらも、まあ、先ほどと同じように、まずは、こう、あ、そうか、まだそうですね、この一連の流れはまだやってないですね。でまあ、今の関数を使って入出力を作成するセルがここなんですけれども、まずは、コースインフォメーションモジュールを使って、コースの情報を取得すると。で、そうですね、ここ、あんまりオープンエリア関係ないんで、あれですけども。まあ、説明しましょうか。そうですね、このコースインフォメーションクラスとかあのイベントストリームクラスを取得する関数を実行して実行するときにイベントストリームと、まあ、クイズスコア今回強データセットで提供されている2種類ですねのファイルを、入力しているんですけれども今回あの旧データセットとは違ってレクチャータイム .csv であったりレクチャーマテリアル .csv に関するデータがないため使用できる関数に少し制限がついています。まあ、とはいえ、あの先ほどの通り、コンバート、データコンバージョンモジュールの関数を使用することはできます。あと、使用できないのは、あのセレクトバイレクチャータイムという、あの先ほど旧データセットで使ったものがあるんですけれども、あれはあのレクチャータイムの情報が必要なので、こちらでは使えません。そして、このコースインフォメーションのクラスのインスタンスなんですけれども、こちらのメソッドで、まあ、クイズスコア DF っていうものを使えば、クイズスコアのデータフレーム形式で呼び出すことができます。で、こちらは、あ、そうですね、あの、今回ちょっとチュートリアルということで、あの、実行時間を削減するためにデータを縮小しています。ちょっと待ってください。一回ランタイムが途切れたんですけども。
あ、そう、あ、大丈夫でした。すいません。で、ここで、そうですね、コースインフォメーションクラスモジュールで取得したデータを、入力して、で、あ、そっか、今回データエクストラクションモジュールを間に挟んでないんですけれども、まあ、挟まずデータコンバージョンモジュールを使って特徴を抽出するという流れになっていました。で、OpenLA の流れは以上で、今回は予測モデルの入力にするということで、まあ、後ほどじっくり見ていただければと思うんですけれども、入力特徴をの値をまあ標準化したり、まあ予測対象の点数を変換し、範囲を変換したりといったような処理も行っています。訓練とかもどうなんですかね。ここで説明することなのかどうかちょっと分かんないですけど。まあ、そう予測モデルの訓練保存で読み込みとテストといった一連の流れもチュートリアルのファイルには入れてますので、まあ、ご確認いただければと思います。で、まあ、一連の処理を行うと、まあ、このように今回ちょっと50人だけ抽出してやってるんです。あ、そうそう。今回のチュートリアル用にいただいたファイルがあれなんで、訓練用かなだけだったので、ちょっとテストの時にそれを流用しているということに関しては、ちょっとご留意ください。で、まあ、実際使うときは、まあ、ここにデータセットに合わせて、あれですね、イベントストリームパスイコールどこどこ、クイズスコアパスイコールどこどこっていうふうに、まあ、各自で指定していただければと思います。あとは、あれですね、今回、ちょっとチュートリアルでテストするために、人数を少なくしている50人抜き出して処理を行っているという感じにしているので、どこで。どこかでチュートリアル用の人数を50人にするっていう処理が挟んであって、まあ、その上に全員使うときのコメントアウトなんかも入れてるんですけれども、あ、ここか。ここで、まあ、50人にしているので、まあ、本番のときはここを削除してくださいねといったような違いもあって、まあ、ここでも本番では上のコメントと入れ替えというような、まあ、いくつかこのままでは使えない部分もあるので、そこをご留意くださいというところと、一連の処理を実行すると、そうですね、モデルの保存というところで、まあ、あるように、model.pickle っていったファイルがここに出てきたり、出力の CSV ファイルってこんなんでいいんですかね。ちょっと実際どうすればいいか分かんないんで、あれですけども、まあ、これが保存されていたりというので、まあ、提出の際には、この、まあ、自分でファイルを指定した場所に、こういうファイルができますよというふうになっています。ちょっとすみません、最後グダグダしちゃったんですけれども、一応私からの説明はこちらで終了させていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっとまた画面、こちらの方で、一度いただきまして、はい、村田さん、ありがとうございました。で、まあ、ちょっと時間、押しておりますけれども、ここからですね、実際に実践演習と質疑応答に移りたいと思います。で、まあ、ここからはもう各自でですね、少し作業をいただきながら、今日の、OpenLA の説明並びにですね、後半のチュートリアルの状況をご自身の環境下で、再現いただければ幸いですと、思っております。で、録画はですね、このあたりまでにさせていただいて、この後は、まあ、実際の演習ということで、進めていきたいと思いますので、一旦ここで録画を、止めさせていただきます。